本日11月3日は文化の日ということで、芸術ごとにはぴったりの日かなと思っているところですが、今日はこちらのスタインウェイのアップライトピアノとグランドピアノを使って弾き比べをしていきたいと思います。形が違うのはわかるけれども、それ以外は一体何が違うのと疑問に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。では弾き比べの前に、まず簡単にですね、鍵盤を押してハンマーが弦を叩く仕組みについて簡単にご紹介しようかなと思います。それではまずアップライトピアノの方から見てみたいと思います。アップライトピアノの正面のパネルを外すとこんな感じになっていまして、一番奥側に弦が縦方向に張ってあります。鍵盤を弾くと、ここのハンマーが前に進んで弦を叩いて音が鳴る仕組みです。分かりやすくこの1鍵分のアクションの構造を取り出したアクションモデルを使ってお見せしますと、鍵盤がここ、ハンマーがこれで、弦は実際にはこの辺りに縦方向に張ってあります。鍵盤を押すとハンマーが前に進んで弦を叩いて音が鳴る仕組みです。では続いてグランドピアノの方を見てみたいと思います。グランドピアノはここに横方向、水平方向に弦が張ってありまして、中身はよいしょ、引き出してみますと、鍵盤の奥は長くてですね、こんな感じになっています。弦を叩くハンマーはこれですね。鍵盤を押すと上に上がります。これも分かりやすく鍵盤1鍵分のアクションを取り出したアクションモデルをお見せしますと、鍵盤がここ、ハンマーがこれで、弦は実際にはこの辺りに、こっち方向にですね、水平に張ってあります。鍵盤を押すとハンマーは上に上がって弦を叩いて音が鳴る仕組みです。ちなみにこの鍵盤1鍵分のアクションの部分にパーツはどれくらい使われていると思いますか？一般的には60から80個のパーツが使われると言われていまして、鍵盤は全部で88鍵ありますので、1台分の鍵盤のこの部分だけでだいたい5000から7000個ものパーツが使われていることになります。それ以外にもペダルだったり、それ以外の部分のパーツを含めますと、アップライトピアノ1台では、約8000個で、グランドピアノ1台になりますと1万2000個以上ものパーツが使われていることになります。アップライトピアノは、19世紀中頃から終わり頃にかけて広く普及するようになりまして、それまではですね、スクエアピアノという、ちょっとどんなピアノかって絵になるんですけれども、スクエアピアノということで、その名の通り上から見るとこういう四角いピアノが使われていたんですけれども、その座をアップライトピアノが奪った形になります。今でもまずピアノをご家庭に置こうという方はアップライトピアノからご用意しようかなっていう方は多いんではないでしょうか。今日は弾き比べということで、動画をご覧の方にとっては聞き比べということで、なるべく同じ条件、近い条件で比較ができるようにしていきたいと思います。
今日はですね、アップライトピアノとグランドピアノということで形が違いますので、全く同じにっていうわけにはいかないんですけれども、この同じお部屋で同じマイクで比較を、近い条件で比較をしていきたいと思います。今日の演奏はスタッフの岡村にお願いしたいと思います。弊社は全員ピアノ調律師でして、彼女も普段はお客様のご自宅にお伺いして調律をしているんですけれども、弾くのもピアノを弾くのも好きだということで、今はちょっと開催を見送っているんですけれども、ショールームでピアノ調律師が弾くミニコンサートでも演奏をしています。今日はよろしくお願いします。では、今日はまずアップライトピアノから演奏をお願いしたいと思います。今回はショパンの作品で、緩やかなテンポで始まるノクターン2作と、対照的に激しいパッセージ、早いパッセージ、激しさもある幻想即興曲2曲それぞれ抜粋して、演奏してもらいたいと思います。それではよろしくお願いします。ありがとうございました。それではここでマイクを移動しますので、しばらくお待ちください。普段アップライトピアノ外装を外して弾くことはあまりないんですけれども、ちょっと今回はマイクで音を拾うということで、上の正面のパネルは外したままで演奏させていただきました。ご了承ください。それでは今度はこちらのグランドピアノで同じ曲を続けて2曲演奏をお願いしたいと思います。それではお願いします。
ありがとうございました。アップライトピアノとグランドピアノ、縦方向と横方向で構造が違うことで演奏者にとってはどのような違いが出てくるのか、岡村さんに、実際に弾いてみた岡村さんに話を聞いてみたいと思います。演奏していて一番違いを感じる部分っていうのはどういうところなんでしょうか。はい、そうですね、今弾いていて一番違いを感じたのは、とても小さい音や繊細な音を弾こうとした時です。こちらのグランドピアノの方だと割とこうイメージしたような思い通りの音が出せるのですが、あちらのアップライトピアノの方だとこうとても優しい音を出したいなと思ってもそれが少し難しかったりします。そこが一番違いを感じました。なるほど、はい。弾きやすさやタッチなども違いがありますか。はい、そうですね、タッチについては、アップライトピアノの方だとこう指を一生懸命こう上下に動かして弾いているそんな感覚がするのですが、グランドピアノの方だとこの指の上下の運動がこう少なくても、スムーズに弾くことができるので、その分グランドピアノの方が、速い動きはとても弾きやすく感じます。はい、じゃあ音色やペダルとかも違いはあるんでしょうか。はい、そうですね、ペダルについては左側のペダルがとても特徴的ではないかと思うのですが、グランドピアノの場合は左側のペダルを踏むと、音色を柔らかい音色に変えることができます。一方アップライトピアノの方は、左のペダルを踏むと、音量は少し小さくなるのですが、音色までは変えることができません。そこが大きな違いではないかと思います。あともう一つの質問の表現力についてですが、表現力はやはりグランドピアノの方がこうずっと幅広いなと感じます。例えて言うとアップライトピアノの方が、10色の絵の具で絵を描いているとすると、グランドピアノの方はそうですね、100色ぐらいの絵の具で描いているような、それぐらいの違いがあるんじゃないかと思います。なので弾いていてより楽しいなと感じるのはやはりグランドピアノの方ですね。なるほど、はい、結構違うんですね。そうですね、だいぶ違いますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。鍵盤の数は同じで鍵盤を押せば音が鳴るわけですけれども、こう形が違う以外一見何があとは何が違うのと思ってしまいがちですが、やっぱり違いが出てくるんですね。個人的にですね、すごく印象に残っている音、お客様がいらっしゃいまして、もうずいぶん前になるんですけれども、グランドピアノを買いに見えたお父さんで、発表会に行ったばかりでご来店されたんですね。で、発表会に行った時にうまいな、上手だなって思う子は、ほとんどの子がグランドピアノを使っていらっしゃったそうで、使う楽器でこんなにも違いが、上達に差が出るなんて知らなかったし考えもしなかったもんで、ということでちょっと慌てて今日来たんですよっていうふうに話されたお父さんがいらっしゃいました。お父さんとしてはお家でこう一生懸命毎日練習している娘さんを見ていたし、音も聞いていたので、発表会の日はこう、 うちの子どうよと、うまいでしょうという感じですごく楽しみに行かれたそうなんですけれども、こんなにも違いが出るのかとすごくショックを受けて、慌ててグランドピアノを買いに来ましたっていうお父さんがいらっしゃいましたね。そんな感じでこう頑張って頑張ってもどうしようもならないことっていうのが出てきた時に、楽器を例えばアップライトピアノからグランドピアノに変えるなど、そういうふうに楽器をパワーアップさせるっていうのも一つなんじゃないかなと思います。皆さん、アップライトピアノとグランドピアノの弾き比べいかがでしたでしょうか。次はですね、11月14日土曜日の同じ時間午前11時から、こちらのお部屋2階もありまして、こちらのお部屋の2階でスタインウェイのグランドピアノ2台を使って弾き比べをしていきたいと思います。では今日はこちらで終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。